バチコ YouTube 音楽理論ぶちゲームなし、ハンサマニです。学上を見ないプロミュージシャンかつ音楽プロデューサーのわしが、もうね、独断と偏見に勝てる音楽の仕組みの、話です、ね、今日はね、ウクレレのチューニングについて、ね、よくさ、ウクレレのチューニングで外ミラっていうじゃん、外ミラって、その外ミラっていう言い方やめないっていう提案ね。もう外ミラってさ、俺の中でドレミアソラシド表記は音楽的な、もっと音楽的な、音楽のドラマの中での役名なんだよね。ドは主役だしね、ミはヒロインだしみたいなさ、ね、ラはこう静かなる実力者とかさ、ね、ソはこう信頼できる先生みたいな、音みたいな、そういうドから見た相関関係で音楽を見とるんだよ、わしはね。少なくともそれでやることによって音楽をもっと、ね、ドラマチックに考えられるんだよね。そんなチューナーの音とか、チューナーの音とかそういう記憶じゃなくて、ドがお前だったら暗い音はさ、ドマーだろみたいなさ、そういうことできるから移動ドっていう何考え方を推奨してんだけど、この移動ド的に言うと、もうこのね、これが外見だっちゅうのはもうなんかもう気持ち悪いんだよね。もうなんかね、ほんと移動の時で言えば、例えば4弦をドとすると、ドレミファーとかね、もう一回よ、ドレミで次が解放ね、ファー、わかる？ここをドにするとこれファの音なの。でも外ドって言っちゃったら一瞬わかんないじゃん、外との関係でわかんないけど、ドとファの関係だってわかるっていう、これ余計わかんなくなっちゃったね。だからほんとね、これはちょっと一旦置いといて、チューニングの音は、だってさ、チューナーがさ、ソドミラって言わないじゃん。ね、GCEA だな。G ちゃん EA じゃん。ね、だから G ちゃん EA って言おうよ、本当に。ね、ソドミラっていうドレミ表示、ドレミ表記は、本当役割、役名。もっとね、もっとドラマチックな関係があるんだよ。ドとソドか、ドとファには。でも、チューニングのソドミラっていうのは、ただ本当無機質なさ。ただチューニングの、G という音は日本語で言うとソだからソですみたいな、そういうのは冷たい感じがするんだよね。もっと音楽はもっとさ、こう血が通って感じにしたいんだよね何の話だな。まあ今日と今日ほんとね、ウクレレの、まあ、先生とか教本の、ね、チューニングの4弦からソドミラというやつやめて、 G ちゃん EA ね、 GCEA にして、そうすることによってチューナーの音、チューナーが指す音は音名ね、ドレミアソラシドは解明っつって、いわゆる階段の音だから、どんだけ上がってるかっていう音だから、基準からね、基準から1階から2階の音みたいな、音名だと標高になっちゃうの、ね、この2階が標高何メートルだからって分かんないじゃんね、標高で言ったら。でもここ1階ですよ、3階です、1階と3階の差だったら、あ、階段2階分かしんどいな登るのって思うけど、標高差とか言われてもさ、そんななんかよくわかんないじゃん、なんかね、ここの標高は海抜何メートルです、ここは何メートル、そんなこと意識しないしね、だからチューナーのさ、ヘルツ440ヘルツとかあるじゃん、あんなわかんないじゃんね、だからそれはもう本当に無機質な音名ね、音名と解明を分けろって話で、なんかまとまってないけども、まあ本当チューニングの音は GCEA にした方がいろいろといいかなって思って、この動画を撮りましたね。というわけで、ハンサマンジでした。チャンネル登録、バチコイ。バイバイ。